はい。もう私の声はどうでも結構ですので、はい。皆さん、今ですね、私たちこの無謀な生中継を終えて、これから楽しい飲み会の方に向かおうと思っていたんです。それでスタジオ出る直前に次のゲストの方がスギーさんだっていうふうに伺っていましたら、なんと。あ、どうも。信じられません。捕まりました。で、私昨日実はね、杉さん、はい、メディカツでおなじみの水越さんの100回記念イベントというのに、実は現場に行ってまして、はいはい、彼は昨日、CD デビューをメディカツバンドでデビューしたんです。それで彼がずっと音楽の情熱を持ち続けてたのは、はい、実は杉さんの歌に出会ったからなんですよ。嬉しいですね。彼がずっと願ってて、それで、1月の杉祭りっていうのに来てくださって、水越さんがね、はい、で、いろいろ資料とか渡して、いただいたんですけども、はい、もうとにかくそれからレコーディングがずっと入ったり、はい、ライブが続いたので本当に一切何も連絡できなくて、はい、申し訳ないなと思ってたところなんです。はい、昨日ね、はい、その100回記念イベントがありまして、お台場のカルチャーカルチャーというところなんですけど、はい、もう100人を超える人がそのお祝いに駆けつけて、で昨日メディカツバンドというのデビューしまして、はい、で彼の夢を最後に語ってもらいました。はい、杉正道さんに会いたい。本当ですか。杉正道さんに番組出ていただきたいと、はい、彼は宣言してました。やったー、はい、出ていただけました、はい、水越さん、よかったねよかったそんなに泣かないでください。嬉しいです。ぜひ、はい、すごい頑張ってる方なので、はい、ぜひ出し上げてください。はい、じゃあ、水越さん、待っててください。デビューおめでとうございました。昨日もみんなにお祝いされて、うん、私も CD 買ったんですけども、50歳超えて夢を叶えて、はい、すっごい頑張ってます、はい、で杉さん、じゃあ指切りしてもらっていいですか。指切り現場封鎖ついたらCD100 枚かわすみたいな、ね、はい、杉さん本当にどうもありがとうございました。ね、飲み会行くのに足を止めてしまいました。じゃあ仕事僕も頑張ってください。ありがとうございました。すいません。もう男泣きですよ。もう本当にこんなに嬉しかったことは人生に3回目です。本当にどうもありがとう。どうもありがとう。ではこのまま配信したまま行きます。すいません、ありがとうございました。水越さんよろしく。はい、もう今ライブで流れてますのでアーカイブを送っておきますので、はい、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました、小崎さん。信じられません。こんなことが皆さんあるんですね。もう本当。本当に驚きましたけど、今日は朝から泣いたばっかりです。私は本当に嬉しい。いや、水越さんとクロストークができなかったのだけがちょっと残念なんですけども、杉さんが出てくださったそうです。よかったですね。水越さん、もう1月に杉さんのライブに行かれて直接プロポーズしたそうですよ。でも杉さんはスケジュールお忙しいということでご連絡取れないままになってた。あ、してっちゃったマイクポケットに入ったままだと思う。杉さんのポケット、ちょっと待って、追っかけてくる杉さんマイク、マイク、音が今来ちゃってたし、音がなんかね、ちょっと遠ざかってたかなっていうんじゃないけど、プツって切れたかな。